おはようございます。速稼塾の久保です。今日は7月29日、もういよいよ8月に入ろうとしております。朝5時2分の相場解説になります。今日ね、ちょっと相場解説とは関係ないんですけども、セルシオが納車されるんですよ。午後1時ぐらいだと聞いてますけども、非常に楽しみで、久しぶりなんですよね。セルシオの30の方をお願いしているんですけども、私が以前この町に来る時も30の方で来て、で1週間後に廃車になったんですよね。それから5年経って、トランザムとかね、それからベルファイアとかっていうのに今乗らせてもらってるんですけども、もう一回ねセルシオ乗ってみたいなと思いまして。今中古価格って結構安いんですよね。こんな高級車でも100万円もしないで乗り出しができるんですよ。車体価格だけで言うと30万とかね、40万とか、あんなんでゴロゴロしてるんですよね。やっぱり10年ぐらい経つとこういった高級車でも手軽に手に入るようになる。ただ維持費がちょっとね大変ですけどね、保険とか税金とかかかりますんで、投資で買ってね、好きな車に乗れると嬉しいなというところでございました。すいません、自分のことで。で今日の相場解説なんですけども、仕切り直しをした後ですね、もう一回レンジという幅で考えてみようかなと思うんですよ。そのレンジの幅の中で上に向かうのか下に向かうのかを見ていって、そしてですねエントリーにかけていくっていう、この基本的な手順をやっていこうと思います。今回のレンジなんですけども、幅が割とありますんで、取っていけるんじゃないかなと思いますよね。その辺についてお話していきます。それでは相場解説始めますので、こちらの画面をどうぞ。はい、まずはデイリーなんですけども、どのあたりがレンジになるかというと、大きく見るとこうですよね。こんな感じです。ただここまで大きく範囲で見ると、見やすくはなるんですけどもね、大きすぎるかなというところはありますね。ですからこの赤いラインぐらいに収まると一番いいんですけども、そのことについて4時間1時間と、見やすく解説していきます。デイリーで見るとね、結構幅が広いですよ。もうおおむね110円の700から下は109円の300ぐらいの大きな幅になってきますので、この間のレンジっていうのは、もちろんね、幅が大きいんで利益は大きく取りやすいんですけども、ブレイク狙いにはなっていかないかなってところですよね。ちょっとね、このレンジも幅を広くしすぎるとエントリーすごくしにくくなってくるんですよ。だから程よいレンジの幅っていうのがあるわけですよね。それがだから、どのくらいになるかっていうのは人一人の感覚になってきますけどね。4時間の方行ってみましょうか。これ私が以前乗ってたセルシオの記念写真ですね。すいません。はい、でこれが4時間なんですけども、この赤いラインがやっぱり基本になると思います。赤いラインの上下はこうなってますけども、どうですかね、直近の値動きなんですが、この上は110円の030、下は109円の695の間に収まってるような感じで推移してますよね。こういうふうに、で一瞬大きく上振れしたんですけども、ヒゲを出してきっちりとこちらの実線110円の030の方に収まってきてます。で今110円の030から109円の695のレンジのちょうど真ん中ぐらいに、これ陰線の先っぽがあるんですよね。これ1時間で見れば分かるんですけども、上下どっちにも進むような形になってます。ですんでもうちょっとエントリーは待って、買いなら買いに進んだら反転しての売り狙い、売りの方に進んでいったら反転しての買い狙いという作戦でいこうかと思いますね。で最後1時間足見ていきますけども、はい、こういう感じですね。上から勢いづいてきて下がってきて、上がったと思ったら大きなひげを出して急速に売られました。そして陰線が2個続いて、現在はですね陽線を出かけてるかなっていうところで止まっています。ちょうど109円の861なんで真ん中でしょ。こっからここまでの距離とこっからここまでの距離が同じぐらいでしょ。ですんでこっからあれですよね、エントリーポイントの話になりますけども、この陽線がそのまま上に上がるようだったら反転しての売り狙いで考えていきます。でこれが下の方に行くようになってきますと、1時間後2時間後に確定していきますけども、そうなったら買い狙いのエントリーポイント狙いってことになります。で一番いい反転っていうのはこの当然赤い線109円の695、もしくは上昇するようでしたら110円の030にタッチした時に
それぞれ逆方向にエントリーをかけていくっていうふうに考えていますね。ちなみに昨日はね、ブーンと行った後、レンジで見てましたんで、上昇した時にね、買いの方でエントリーして、一瞬ちょっと肝を冷やすような場面ありましたけども、ぐーっと大きく伸びましたんで、大きな利益が取れたかなってところですよね。まあ非常にありがたいことだと思います。やっぱり10ピップス以上は少なくとも取っていかないと、なかなかね、FX になってきませんからね。10ピップス以上が目標ですね。まあロットが1とか2なんで、10ピップスで言うとそうですね、1万とか2万っていう、まあ、ニットになると思います。私の目標としては1日に1万円のニットで十分、5000円でもおんの字って感じなんですよ。だから20ピップスとか30ピップスってのはまあボーナスですよね。コンスタントに、だいたい週平均で5、6万稼げるようになると、毎月20万とか30万でしょ。まあ私が落ち着いてるのはそこなんですよ、今ね。まあだからなかなか年収で1000万の壁を越えられなかったりするんですけども、たまにボーナスステージ来ますからね。そこでしっかりと取れていけば、まあ1000万を超えていくことができるのかなと思っております。まあそんな5年間でした。で、今年の後半はますますね、この投資の秘めた力をね、ちょっとね、セーブしたところを解放していって、前半で貯めた利益額、これを全部使い切るつもりで、思い切って積極的にエントリーに向かおうかと思います。ですんでね、後半の FX の相場解説は、まだ自分の取引に自信のない方は、ちょっと話半分で聞いた方がいいかもしれません。ちょっとね、チャレンジの要素を増やしますので、硬い取引前半でやってきて、結果、利益残せましたんで、その利益を全部吐き出すつもりでね、もしくはその利益が倍になる勢いで、そうすると、まあ、1000、2、300万になると思いますんで、それを狙って、ちょっと強気のエントリーを繰り返していこうかと思います。後半の相場解説にはご用心ください。まだね、8月になるまではやりませんけどもね、8月の半ばから、下旬から、アグレッシブに私は取引をしていこうと思います。ですんでね、秋の方ではもう一回、FX の基礎講座などを、まあ、新しい方にはちょっとね、ご案内していこうかと思います。去年買われた方は、そのまんまそれを継続して、もう一回やってみてください。で、中級編の方もね、おそらくね、受講者のうちの半分ぐらいの人しかやってないのが、こちらの方からわかるんですよ。クリック率とかでね。まあ、ですんで、もしね、中級編の方、ちょっとまだできてないよって方は、もう一回、まあ、反復していただければと思います。FX は本当にね、身につけただけ力になりますんで、やらなければやらないまま力つきませんけどね。まあ、一緒に学んでいきましょう。では本日は以上です。ありがとうございました。